未来圏が挑む新たな技術、実現すれば世界が変わる。未来の入り口ちょっと覗いてみよう、アイマス未来予想図。突然だけど、みんなは鋳造というものを知っているかな？型に金属を流し込んで成形する技術のことなんだけど、実は10億分の1メートルの世界、ナノのレベルでも鋳造ができるんだ。ナノの世界では、土台になる型の一つとして界面活性剤が知られている。なぜ界面活性剤を使うのだろうか。界面活性剤は、一つの分子の中に水になじみやすい親水性と水になじまない疎水性の2つの部分を持っている。界面活性剤を水に溶かすことで、疎水性を持つ部分と水の分子が極力接しないような状態へ遷移し、構造体が自発的に形成される。これを自己組織化というんだ。界面活性剤の濃度などによってさまざまな形の鋳型を作ることができる。例えばこれを利用してメソポーラス材料と呼ばれるたくさんの穴が開いた材料を作ることもできる。特に高濃度な界面活性剤水溶液では、界面活性剤がミルフィーユみたいに並んで層状の鋳型が勝手に出来上がるんだ。この層と層の隙間には原子数個分の隙間が空いていて、この隙間を鋳型とすることでナノシートと呼ばれる高品質な極薄のシートを作ることができるんだけど、よーく見ると界面活性剤の層表面はガタガタ、隙間をきれいに鋳型として利用して緻密にナノシートを設計することはなかなか難しいことだったんだ。そこで今回の研究室では、界面活性剤を水に溶かさずにあえて固体のまま使ってナノシートを作るという挑戦をしたんだ。固体の界面活性剤は疎水性の部分も浸水性の部分も規則的に配列して層状結晶を作っている。そのためその層間も原子レベルで非常にきれいな空間になっているんだ。この固体界面活性剤の整った隙間を鋳型とすることで、アモルファスシリカという物質で 0.9 ナノメートルという超極薄で高品質なナノシートの作成に成功したんだ。ではここでその研究に携わる山本英介助教に話を聞いてみよう。世の中にあるあらゆる化合物、それを薄い原子数個分の厚みのナノシートと呼ばれる化合物にする技術を作ろうというのが私の研究です。一般的にほとんど世の中にある化合物というのは3次元の方向に広がっているような構造体なんですけれども、これを2次元原子数個分の薄い構造体に入ることによって、今までのその3次元の構造体とは全く異なる特性が出てくるというようなことが最近よく知られています。ナノシート厚みが本当に原子数個分しかありません。透明だけれども、例えば電気を通さない絶縁膜を作るとか、そういったようなことというのは実際にアモルファシリカを使ってですね、作ることができています。今回はアモルファスシリカに関する発表でありましたが、他のさまざまな酸化物、あらゆる化合物に使えるような技術になるんじゃないかというふうに考えています。ありふれた有用な化合物というのをナノシート化する技術というようなところまで持っていけたらというふうに考えています。世の中にあるいろんな素材すべてをナノシートにできる日も遠くないのかもしれないね。ではまた次回。